近藤勝利です。いよいよ俳優は夜に語りき最終回です。最終回なのでオープニングトークは短めにして中身のあるラジオにしたいと思います。では最後までよろしくお願いします。近藤勝利の俳優は夜に語りき。改めましてこんばんは、近藤勝利です。舞台俳優が週替わりで登場して舞台とは違う一面をご覧いただく番組、とうとう今日が最終回、最後の最後までよろしくお付き合いください。近藤勝利の俳優は夜に語りき。まずは普通のお便り、普通お便りをご紹介します。ちゃんまゆさん、私は原作の配給が大好きで、それきっかけで演劇配給を見ました。配給の中でも九郎哲郎くんが一番大好きなキャラクターなのですが、初めて演劇配給を見た時、勝利くんが演じる九郎哲郎が本物で次元を飛び出してきたのかと思うぐらい感動しました。ありがとうございます。勝利くんが九郎哲郎くんに影響されたことなどありますか？九郎哲郎くんに関するエピソードなどもあれば教えてもらえると嬉しいですとのことです。素敵なお便りですね。はい、ただいま絶賛本番中の演劇配給、まあその中で僕は九郎哲郎という役を演じてるんですけど、影響されたことなんですかね。まあ九郎哲郎は最終的にバレーボールを広めたいっていう仕事に就いたわけですけども、まあ、僕もそれに影響されたのか、もしかしたら僕の方が早かったのかもしれないですけど、僕もバレーボールを人に広めたいなっていう思いにはなりましたね。あと、まあ、九郎哲郎を演じてなんか得たものっていうのがあって、それはまあやっぱ僕のその九郎が所属する高校、猫間高校のチームメイト、今演劇配給でやってるメンバーもそうだし、過去に出たメンバーもそうですし、その子たち、その人たちと、まあ、出会っていい仲間になった、そういう出会いが一番僕の中で九郎哲郎に感謝することかなって思いますね。ちゃんまゆさん、ありがとうね。はい、続いて泉さん。冬も近づいていて寒くなってきましたが、勝利くんは冬服はどういうものを着るのが多いですか？また女子の冬服で好きな服装などあったら教えてほしいです。冬ね、僕ね、去年までダウンは1着しか持ってなくて、まああとコートとかが多かったんですけど、今年はちょっといいダウンを買いたいなって思ってます。あったかい、なんか結構高いやつ、何十万とかする、俺ダウンなんか欲しいんですよね。1着持ってたらかっこいいじゃないですか。いい服をちゃんと持つようにならないと、もう僕も大人になってきたので、だからちょっとまあアウトレットとか行ってそういうダウンなのか、まあいいそのあったかいコートなのかっていうのをちょっと僕はこれから見つけるとこですかね。で、女子の服装、僕はね、寒そうな女子見てるとちょっと大丈夫かなって思っちゃうんで、風邪ひくかどうか、だからちゃんとあったかい格好している女の子の服装が好みなのか分かんないですけど好きですね。心配しなくて済むので、はい、そんな感じですね、僕の好きな服装は。はい、続いてみゆさん。私の周りの友達は漫画や舞台などに興味がある子がいないため、一緒にお話できる人が少なくて少し寂しいです。勝利くんだったら自分の好きなものを周りの人に紹介したりしますか？また勝利くんの好きなものなどあれば教えていただけたら嬉しいです。僕は相手にが興味ないことでも僕はもう全然話しちゃうタイプの人なので、全然野球に興味ない子、まあ、いっぱいいますけど周りに、その人たちに今日の阪神戦のハイライトとか見したりして、これすごくない？とか、まああとは今だったら
まあ、春高バレーの決勝戦とかがよく動画で上がってるんですけど、 SNS でそれをくり抜いて、全く多分そんなの見ても興奮しない子たちに見せて、これすごくないって言って、なんか共感を得ようとしてますね。なんか呆れられるぐらい自分の好きなことをアピールするので、まあ、とりあえずその子たちは僕がこれに好きなんだな、興味があるんだなってことは伝わってると思います。その人たちが興味を持ってくれてるかは別として、で俺の好きなものだから、好きなものだからもう野球、プロ野球ですね、まあ、阪神タイガース、リーグ優勝できなくて日本シリーズに出れなかったですけど、まあ来年もまた、なんだろう、初めからちゃんと開幕できて今まで通りの野球ができることを祈ってますね。うん、来年も僕の野球への愛は熱いと思います。だからみゆさんもそれに引っ張られて野球を好きになってください。お願いします。はい、続いて千和太郎さん。私は先日大学で所属していた部活動をいろいろあって辞めました。そして新しく何か始めたくてジムのフロントバイトを探しまくり、採用していただくことができました。うん、新しい環境になるのはとても楽しみなのですが、同じぐらい不安もあります。勝利さんのエールが欲しいです。頑張れ。このエールよりね、大学で所属してた部活動を辞めた理由の方が僕はちょっと気になりますけど、嫌なことがあったのか、外でなんかある出会いがあったのか、わかんないですけど、とりあえず新しく始めたものがあるんで、そこでのまた出会いも楽しんでもらえたら、そのフロントバイトでこの千和太郎さんは恋をしましょう。恋をしたら人生楽しくなるよ。千和太郎さん、頑張れよりも恋しろよ。続いて鏡さん。俳優は夜に語りき、今回でラストと知りめっちゃ寂しいです。この番組を通して近況が知れたり、出演作、役についての思い出や意気込みなどを聞くことができるのが嬉しくて、聞くのが毎回毎回とても楽しみでした。素敵な時間をありがとうございました。処理君は声自体がとてもいいですし、喋る時のトーンやテンポ、間の取り方もすごく聞きやすくて、ラジオパーソナリティに向いてると思うので、形は変わってもまたぜひラジオをやってほしいです。ああ、最後なんですけど、このお便り、いいお便りがいただきました。まあ、これで終わっちゃいますけど、また多分なんとなく僕ラジオすると思うので、これから先も、まあ、できるようにも頑張りますし、とりあえずあの後でその偉い人にこういう手紙が来てましたっていうのを言うので、あとは鏡さん、あの東京 FM に本堂勝利のラジオやってって手紙を送りつけてください。はい、これはこそっとですよ。よろしくお願いします。ありがとうね。はい、たくさんのふつおた、今までの方も含めありがとうございました。たくさんねお便り読ませていただいて、まあ、僕6回放送したんですけど、なんかこうやってね、悩みとか僕が話したことないことなどをいろいろラジオで話したので、いい経験になったと思います。これからももしラジオすることあったら、たくさんお便り待ってるのでよろしくお願いします。近藤勝利の俳優は夜に語りき、今夜は何しよっか。近藤ニュースヘッドライン。近藤の最近の出来事をお届けします。近藤勝利カレンダー2021発売、お渡し会も開催。近藤勝利の来年のカレンダーが発売になりました。そして11月23日には東京渋谷でカレンダーお渡し会もしました。カレンダーをお求めくださった方、お渡し会に来てくれた方、ありがとうございました。はい、そうなんですよね。ていうかたった今なんですよね。さっき1部2部3部とカレンダーのお渡し会をして、でそれの終わりにこのラジオのブースに来て今収録してるんですけど、いっぱいお渡ししたほやほやです、今で。僕もその手元にカレンダーが来たのがさっきが初めてで、あの写真ではいっぱい選んでるんですけど、今まで、まあ、僕が全部セレクトしたんですよ。この
カレンダー写真、その向こうが選んでくれた写真もあったんですけど、俺はこれと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 これがいいって言って、結局全部カレンダーもその生写真も自分で選んだので、なんかすごい思い入れの強くて、でいざ実物見ると結構しっかりしてて、今ここの手元にあるんですけど、さっきあれです、このディレクターさんと作家さんとかと一緒に見てたんですけど、すごい贅沢なカレンダーだねって言ってくれました。この今これ卓上があるんですかね、卓上カレンダー、リングがついてるやつ、この卓上カレンダーも1月で2枚ありますし、表裏で写真があるのでめっちゃ充実してるなって改めて思いました。そしてね、珍しいことにこれ結構書き込めるスペースもあるらしくて、これがいいってなんか言ってくれました。なので皆さん、これもし聞いてまだ持ってない方々は、オンラインネットで通販でも発売してるので、ぜひ一つでもお買い求めいただけたら嬉しいなって思います。僕のおすすめはやっぱり4月のこの卓上だったら4月ですね、このエロかっこいい近藤勝利があります。結構エロスですね、これは結構エロく撮ろうと思ってやったのでエロくなって、でちょうど僕の誕生日もありまして、で誕生日の4月12日なんですけど、僕そのとこだけバースデーマークがあるんですよ。これがちょっと肝ですね。だからちゃんと皆さんもこうやって書き込んでください、まあ、あとはいろいろな近藤勝利が見れます。5月とかこういうバイク系、結構ワイルド系に映ってるやつは GTO をイメージして撮りました。だからずっとポイズンポイズンって言って撮ってました。あとはなんかちょっと可愛い感じだったりとかオフな感じとか、8月のカレンダーの近藤勝利はこれ薄い服タンクトップ着てるので乳首が透けてますね。うん、恥ずかしい。そんな感じのカレンダーなので思ってるよりいいと思います。でカレンダーって多分一家に一つあったらいいものだと思うので、もしあれだったら僕のことそんな好きじゃないよっていう方、見てる方、これ聞いてる方、そんな写真までいらないなっていう方も、なんかカレンダーとして、近藤勝利のカレンダーとしてじゃなくてカレンダーとして家に一個あってもいいんじゃないかと思います。会社仕事場とかにも結構書き込めるしいいですよ。なのでぜひもしよければ皆様通販とかご利用してお買い求めください。よろしくお願いします。あとね、お知らせする近藤のニュースのヘッドラインはね、今絶賛演劇配給中なんですけど、今週の土曜日曜から次は福岡公演が始まるので、でそれ終わったら東京凱旋で、もうあと残すところ2都市になってしまったので、最後まで、僕らも気を抜かず感染対策も怪我の予防もして行いますので、ぜひ劇場まで来てくれたら嬉しいですし、来れない方もエールを送ってくれると嬉しいです。そして僕のなんか恒例となってますが、最近各地方ごとに1回僕インスタライブしているので、これの配信が木曜日なので多分土曜日の夜にすると思うので、ぜひそちらもご覧ください。よろしくお願いします。近藤勝利の俳優は夜に語りき。近藤勝利がお送りしてきました俳優は夜に語りき、いかがでしたか。この番組には裏の顔、俳優と深夜に語りきもあります。こちらはクリエイターによる創作総合マーケットブースでの有料配信となります。ぜひ夜と深夜合わせてお楽しみください。最終回もまったり深夜のテンションにふさわしい、そんな内容になってると思います。ぜひ聞いてください。さて、7月から4ヶ月にわたってお送りしてきました俳優は夜に語りき、近藤の担当回は6回の放送でしたが、ずっとしたかったラジオをこうやって持たせてもらって、だんだん慣れてきたとこで終わっちゃうので、もし次やればもう一人で一周回すぐらいの、そんなラジオにもしてみたいですし、新しいコーナーだったり、またより深く僕の中身を知ってもらえるようなラジオをできるようにするので、ラジオ
いつ次やるか分かりませんけど、ちゃんと毎日なんか話せる内容は情報収集して勉強っていうか、ちゃんとネタを作っていきたいと思いますので、次まだまだラジオしたい欲はもうありますので、放送できるようになればぜひ皆様たくさん聞いてください。よろしくお願いします。ではいつかまた必ずラジオでお耳にかかれると信じて、おやすみなさい。